こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は24式太極拳18番から20番動作をお伝えいたします。鏡面で真似しやすく練習できる動画となっております。それではご覧ください。西方向に、ヨーシャーシードゥーリーからゾーヨーチュワンソー。左の足をついて、左手が上のボール、パオチューを作り、右手足を寄せます。右手足を北西方向に出して、重心を前に送りながら、右手を持ち上げ、左手を押し出します。右の足に重心をかけ、右手が上のボールを作り、左手足を寄せます。左手足を南西方向に出して、重心を前に送りながら、左手を持ち上げ、右の手を押し出します。ハイリージェン。右足を半歩寄せて、右足牛になり、西を向きます。左の手を下ろし、右手を持ち上げ、左の足を寄せ、左足先をつきます。左の手を払いながら、前傾して、右の指先を斜め下に差し込みます。シャントンベイ、体を起こし、左の足を一旦寄せます。左の足を西方向につき、重心を前に送りながら、手を開きます。西方向に、ヨーシャーシードゥーリーからゾーヨーチュワンソー。左の足をついて、左足重心になりながら、左手が上のボールパウチを作り、右手足を寄せます。右手足を北西方向に出して、重心を前に送りながら、右手を持ち上げ、左手を押し出していきます。右足中心で、右手が上のボールパウチを作り、左手足を寄せます。左手足を南西方向に出して、重心を前に送り、左手を持ち上げ、右手を押し出します。ハイディージェン、右足を半歩寄せ、右足牛になっていきます。左手を下ろし、右手を上げ、左の足を一旦寄せます。左足先をついて、左手を払いながら前傾して右の指先を差し込みます。シャントンベイ、体を起こして左の足を一旦寄せましょう。左の足を前に出して、重心を前に送り、手を開いていきます。ゾーヨーチュワンソーの手の動かし方は、ボールを作った後、ボールを横倒しにするような動きを行って、持ち上げる手と押し出す手を作ります。この手の動きは、斜めからの攻撃に対して、相手に触れて、相手の腕を持ち上げつつ、相手の胸を打つというような動きになります。ゾーヨーチュワンソーでは、右と左に動きます。これは、右側にいる相手と、左側の相手を想定する動作となります。まず、右側に攻撃をした後、左側からの攻撃を察知します。そこで、この右の手は、相手の手に触れて、ボールを抱えることになります。そこから、相手の腕を持ち上げながら、胸を押すという動作になります。ハイディージェンの動きは、払う手と差し込む手で作られています。この動きは、前傾して指を差し込みますので、頭突きを使った動作と言われています。ゾーヨーチュワンソーから、相手の攻撃を受け、近寄りながら、相手の攻撃を払い、下ろしていきます。この時に左の足を一旦寄せる意味は、相手を
蹴ったり相手の足を踏みつける意味合いがあります。接触した腕を払い前傾しながら差し込む、このような動きとなっています。シャントンベイはハイディジェンの後に攻撃を察知して相手に接触します。その後に手を持ち上げて相手の胸ないしは脇の下あばら等を打つ動きとなります。増陽チュアンソーの動きでは手と足は反対側のものを前に出す形になります。この時には足の横幅は拳2個分の方が安定しやすいです。一方シャントンベイでは同じ手足を前に出しますので足の横幅は拳1個です。今回も最後まで動画をご覧くださり、誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。